フォトシネマ。しんど。磯部達夫30歳。昨年同棲していた彼女と別れ、心に深い傷を負った僕は、大手 IT 企業も退職し、現在は出前のバイトをしながら何とか暮らしている。何事ですか、ハクさん。申し遅れました。今日からハクさんの下で一緒に、ちょっと噛んじゃったな。心のセラピーの一環として始めた俳優活動。活動といっても、これまでオーディションで一度も受かった試しがない。やはり僕に俳優は向いていないのだろうか。にゃりくさ、音楽かけて。にゃにゃー、達夫のプレイリストを再生しますにゃ。現在僕の唯一の心の癒しはこのにゃりくさ。最近何かと人気の猫型スマートスピーカーで3ヶ月待ってようやく購入することができた。ねえにゃりくさ、どうやったら映画とかドラマに出演できんのかな。ちょっと調べてくんない？ウェブで映画ドラマに出る方法を検索しますにゃ。おう、やってくれるのか。大手の芸能事務所に所属するのが近道ですにゃ。それができたら苦労しないよ。ウェブで大手の芸能事務所に所属する方法を検索しますにゃ。おお、そんなことも調べてくれんのか。実績とコネが必要ですにゃ。どっちもねえよ。はあ、もう疲れたわ。ゆっくり休んでくださいにゃ。世間がようやく本格的に動き始めた2022年1月の中頃、僕は大掃除をしていた。年末年始に出前の仕事で忙しくてできなかったのだ。あ、掃除機をかけていると、ソファーの下から未開封のチュールが見つかった。でも、僕にはこのチュールはもう必要ない。言うまでもなく、にゃりくさにとっても。にゃにゃー。突然にゃりくさから、どこか聞き覚えのある猫の鳴き声が聞こえ始めた。その鳴き声は、どんどん大きくなっていく。まるでチュールを食べさせろと催促しているかのように。僕は思わずチュールをニャリクサの口元のスピーカーに持っていく。すると、なんとチュールがどんどんニャリクサに飲み込まれていくではないか。そうかニャリクサ、チュールうまいか、よしよし。ってちゃうわ、これスマートスピーカーだぞ。何をやってるんだ僕は。何をやってるんだにゃりくさ。でも、なんかこの感じ、懐かしいぞ。いや、ちょっと待てよ。やっぱり、この甘えた鳴き声は、わかめ！やりーん。わかめは、達夫の家で暮らす猫。達夫は、わかめをものすごく可愛がっていますにゃ。2021年10月以降、わかめのアップデート情報が見つかりませんにゃ。そう、約3ヶ月前。確かに、ドイツの屈強な刑事みたいで、かっこいい名前ですね。では、ハクさん、改めローベンさん、これからよろしくお願いします。僕は、ベランダの窓を開けて換気をしながらカップラーメンのお湯を沸かしていた。そしてつい本読みに夢中になっている隙にワカメが外に逃げ出してしまったのだ。はあ、うめえ。ワカメもご飯食べるか？あ、あれ？ワカメ？ワカメ？嘘。ワカメ？ワカメ！ワカメ？ワカメ！あれから何日も町をさまよい歩き、ワカメを探した。お願いします。お願いします。商店街でひたすらチラシ配りもした。でも、ワカメが見つかることはなかった。しかし、そんなワカメが今、確かに目の前で泣いている。ワカメ？ワカメなのか？ワカメなんだろ？うん、そうだよ。たっちゃん久しぶり。元気してた？ワカメ！お前いつから喋れるようになったんだよ。ちょっともうやめてって。ヒゲが痛いから頬ずりするのはやめてってずっと言ってたでしょ。しかもあなた臭いの。ひどい。久々に会ったのにそんなこと言わないでよ。てか最近どうなの？俳優活動は順調？さっぱり。オーディション全然受かんないんだよ。まあそのうち受かるって。まったくそんな気がしないな。何言ってんの。あれだけ本読み頑張ってたじゃない。本読みをずっとしてたって誰も聞いてくれないじゃん。私が聞いてる。え？私ね、あの時も集中してるたっちゃんのことを邪魔したくなかったんだ。だから外に出たの。え、そうだったの？うん、そうだよ。外、寒かったな。ワカメ、ごめんね。本当にごめんね。僕…謝んなくていいよ。たっちゃんは全然悪くないよ。すべては私の責任。自業自得ってやつ。ワカメ。ん？何？ワカメは今どこにいるの？私は…いつもたっちゃんのそばにいるよ。何事ですか、ハクさん。申し遅れました。今日からハクさんの下で一緒に。申し遅れました。今日からハクさんの下で一緒に働くことになります。あれから約1ヶ月、さまざまなオーディションを受けまくったが、まだ合格の知らせは一つもない。でも僕は今日もまた。本読みをする。たとえオーディションに受からなかったとしても、僕は本読みを続ける。そばで聞いてくれる彼女がいる限り。電話が鳴ってますにゃ。はい、磯部です。はい。はい。短編音シネマやりくさ、磯部達夫役は国見信彦。やりくさわかめ役は伊藤瑠美。脚本監督は松本大輝でした。